黒谷ダムは、岡山県岡山市北区の足森地区にある、笹ヶ瀬川水系の足森川に建設されたダムである。岡山県が事業主体となって建設が行われ、現在は岡山市北区役所黒谷ダム管理事務所が管理するロックフィルダムであり、洪水調節と考えを目的とした多目的ダムである。足森川流域ではたびたび日照りと洪水に悩まされ、 特に1924年の大館外では水筒が50%以上の減収となり深刻な被害が発生した。これを機に館外用水供給のための大潮水池を建設する声が上がったが、建設のための地元負担金が高額になることから反対者が続出した。そこで関係町村が協力して反対者を説得し、岡山県に陳情。 そして高さ30メートルのアースダムとして黒谷池の建設が当時のキビ郡、福谷村で行われ1932年に完成した黒谷池完成から半世紀近く経過すると老朽化のため改修工事の要望が地元住民から起こった岡山県による調査が行われた結果県営土地改良事業として農林水産省の補助を受けて 改修工事が行われることになった。改修工事は、黒谷池の施設を一部利用し、下流90メートルの位置に、新しい停滞が建設された。黒谷池は、黒谷ダムと解消され、洪水調節を兼ねた多目的ダムに生まれ変わった。ダム砂岩を国道429号が通っている。また、ダム下流には、石の人計が設置されており、公園や、 散歩道が整備されている。ありがとうございます。